川月くん、風邪ひいてる今。あ、ちょこちょこ。そう、ちょこちょこ見てもらえたら。今いるかな。あ、いた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 。ごめんごめん、コメントが多分ね、なかなか反映されんな、これ。あ、ちょっと頑張るけど、三日月くんも、風邪ひいてるんだったらもう、そう、あんまり無理しないように。そう、まずは、そう、風邪を治していただければ。修正するかな。金曜日1時間目から調子悪くて早退続きだから無理して全部授業出たら 39.2 しいてた。マジか、結構いってるやん。結構いってるよ、39は。無理した、まあ授業、いや無理はしちゃいかんよ。39はね、だって39度ってさ、なんかもう体ふしぶし痛いし、なんか頭ぼっとしない、あれ。40度俺も行ったことないんだけど、39はなんかだいたい出ると頭がぼっとする、もうあの状態。ぼっとするっていうか、なんかもう普通の風邪の時よりもさ、なんか考えられなくない、あの物事が。風の時ってさ、ベスト出せる？あれ。俺も風の時に体育をね、やったことがないからあれなんだけど、なんかもう頭とかじゃなくて体調自体がもう悪いじゃん。全身がもう気だるい感じがしたりするから。三日月さん、頑張って14秒。お、マジで？早いぞ。いや、それめっちゃ頑張ったね、それね。風の時で走って、100m14 秒で走るって。早いの。もともとは早いの。素が早いのかな。あ、でも野球そっか。やってたって言ってたから、素は早いのかな。
それでもね、風の時は。三日月、三日月さん、でも僕の走れる体力は100まで。うん、あ、ま、100も結構きつくない？言ってもなんかもう、陸上の人たちは走れるんだろうけど、なんかもうさ、もう息切れするし、足回んなくなってくるしみたいな。持久走とかはね、マジで苦手だった、俺。そうだから、その野球やってたね、三日月くんが言うぐらいだから、多分ほとんどやってない人はマジでね、100以上、100でも結構きついもんな、あれ。走る系はね、走る系はどうしても。三日月、三日月さん、だって持久走15、106分半遅い。お、15、106。おー、重曹はね、そこさ、やる時期も結構さ、まだそんなに涼しくねえよっていう時期にやるじゃん、あれも。なおさらね、もうね、まずモチベーションが上がんない。モチベーションが上がんないんだよ、あの走る。三日月、三日月さん、野球はね、短距離だけど、スタートダッシュ大事だからね。あ、まあ確かにね。野球の場合はスタートダッシュだからな、あれ。打ったら、隙がないわけだからね、走るまでの。いやー、でもそこ、そう考えると野球はまあそこまで持久力は求められないのかな。でもめっちゃ集中力も使うしな、あれは。まあスポーツ全般に使うか。三日月、三日月さん、もう二度とやらないだ。野球はね、野球なんて俺も多分もうずっとやってないからね、もう。なんかちっちゃい頃になんかデッドボールをね、食らってからちょっとトラウマが。ああ、保護者？なんか監督とか、あんまり折り合いっていうか、なんか。確かに大人で嫌な人がいるとね、もう、10代の時とか絶対続かない。三日月、三日月さん、ゴチだね、下水。うん。え、どんな感じの下水だったの？ただこの野球によくいる下水コーチパターン来たな。
あ、トムケイさんいらっしゃいませ。ゆっくりしてってください。この絵をひたすら俺は描いてるんで。たぶん僕も下手なわけではないと思う。わらわら。いやでもコーチね、コーチマジでね、ゲスいい人がやるとね、野球勝てるもん、もう勝てないからな、あんなもん。選手を育てないといけないですけどね、特になんか中学校とか小学校の時ってさ、やっぱ個人差はあるわけじゃん。でそれを埋めていくのがコーチのさ力量なわけじゃん。うまい具合育てていって選手を、それができない人がやるとね、やばい。あースパチャーはね、まだあれだな、あれちょっと確認してみるわ。なんだっけ、ツイキャスみたいに放送時間何時間からとか、なんかそういう系があったような気もするんだけど、あとあれか、口座を登録しないといけないのか、俺のクレジット。もうまだね、そんなに人がいないから、そこまで、あれかなと思ったんだけど。お、なんだ、止まった。これはスパチャをちょっと、考えてみますかね。とうとう俺も、スパチャを、スパチャか。登録をちょっといろいろまたいじってみます。これはスパチャ条件あったっけ、審査か。うん、ちょっと審査項目をちょっとまた見直してみる。あれをそう、なんかまだね、いまいちお金が絡むというか、この動画の方にお金が絡むイメージがなかったから。外国人の方とかなら投げ銭文化があるから、登録マジでじゃないならやる価値あるかもね。三日月にマジでそんなに向こうってやる価値あるんだ。チャンネル登録者数千人からとか友達が言ってた、確証ないけど。そう、あの動画収益だっけ、その広告ついてあのお金もらうやつは確かね、そう人数制限があったんだよ。ただスパチャは俺もあんまり詳しくない。あの投げ銭の方はちょっと調べてみます。これはね、まあその外国多いか、スパチャは。それだったらね、なんか向こうの人がサービスしたいと思って、今回のそのタム計算の時みたいにできないってなるとまた、あれだからちょっと調べてみよう。スパチャ。なんか金額をポンって。マジで？そうか、チップとそうか、投げ銭はまた違うわけだもんね、あれ。チップはなんかパーセンテージが決まってんのかな、あれ。でも投げ銭はそうか、なんか寄付的な感じでやるから、金額があんまり決まりはない。ちょっとそれだったらやってみよう。わかんない、まあ、設定ができたらだけどね、まだね、その、登録者何人からですみたいなハードルがなければやってみよう。例えば短い時間だけ見てても全部は見れないからお金をいてくね、みたいな。確かにね、俺の動画長いからな、この作画特に編集もなしでやっちゃってるから、ちょっと調べてみよう。これ、ありがとうございます。ちょっとスパチャを
そう考えてみる機会になりましたもん、これは。向こうの人は結構やるんだね、スパチャは。あとは何か登録が必要だったらそれやればいいだけか。あのクレジットとか銀行口座とかの、はい、確かにやること自体は難しくないしな、あれ。あとはもうやっとけばもう投げてくれた人がいたらこう、そこから収益が入るってわけだから。タムケイさん、自転さんの漫画をもっとちゃんと趣味とは自覚していこうぜ。確かにね、そう。ダウンロード収益だけじゃなくて、どうせ動画やってんだったらね、動画収益もね、そう、もらえる分は、いただける分はね、いただきたいね。投げ銭のスパチャをちょっと調べてみよう、これは。取ったかなと思ったら100円か。今、そっか、三日月くん、ああ、やべ。今、布団に入りながら見てて、タームケイさんは今、バイト。え、なんかレジっていうか、あれカウンターなんかそう、皆さんね、あのカウンターから見てくれている率が高いからさ。タムケイさん、大英博物館の漫画展しかり、日本の漫画はもっとちゃんと文化として認められるべきさ。確かにね。タムケイさん、受付だから、やばい。じゃあね、本当に大丈夫なのかこれ見てて、これあんまりなんかやばい時にはパッパッて、そのホームボタンで全然もう戻っちゃって、そう、まあ、確かにね、今ね、そうね、スマホですぐ手元で見れる時代だから、割と動画収益を考えるのもこうやってありだね。このまあ、受付やりながらでも、その、なんか、デスクワークやりながらでも。やられる?バレたらでしょ、バレたら。いかにこう、バレずに。たまにね、あの堂々とね、スマホいじってる人もいるからな。もう俺らには何も言えないっていう。あ、そういうこと?それ、なんかあれじゃん。あの、なんか電卓使ってるふりしてこうやってますよ、みたいな。やる以外なくない?あれ。手元に電卓なかったんで、今スマホで計算してたんですよ、っていう、こう、言い訳を考えながら、その動画を見る。っていうパターンじゃないと。タムケイさん、三日月さんは漫画家さん。中学生。そうだね、中3か、俺。いや、普通に学生さんだね、三日月くんはね。タムケイさん、三日月くん多分。風で今倒れてるからな、三日月くん今。
音を切りなさい、それだったら。音を切った方がいいぞ、それをバレたらやばいんだったら。なおさら来た方がいいぞ、それ。だってそれで立場が、それで立場がやばなのはあれだよ、タムケイさんだよ。それはまずいしね、それでね、こうなんか問題になってしまったら、こう動画見てもらってた以前に、俺もちょっとなんか気まずくなっちゃうから、もう音声を切るかなんか、めっちゃちっちゃくするからね、もう。防犯カメラって、でもそっか、音声拾うやつもあるもんね、今ね。俺が昔働いてたところは古いところだから、なかったけど。そう、中学校にね、戻りたいよ、本当にもう。中学校ぐらい戻ってね、もう今の時代で戻れたら一番最高なんだけどね。スマホとかあるから、こうやってこういろいろ活動ができるし。あ、そういうこと？ああ、そういうことね。そう、戻ってきたらバレる。それまでのひとときをね、こうやって楽しんでくださいよ。もう俺もね、そう、最後の一本を抜きに行くっていう親知らず、手術があと1時間ぐらいで待っているからね。もうちょっと割とガタブルなんですけど、ね、三日月さん、ただいま。あ、おかえり。ただマジで無理はしちゃダメだよ。絶対無理はしちゃダメだよ。ああ、まあまあなー、店長もね、店長ね、見てるのは良くないもんな。そしたら他の人には言えんもんね。三日月くんはでも、風邪ひくときって、俺いつも喉からなんだけど、三日月くん大体どっから来る？頭痛？それともなんか鼻水からなる人もおるやん。親知らずはね、まあ親知らず治しながら、他の中もあのちっちゃい頃治療したところの、あの詰め物が古くなってるからっていうので、もうだいぶガタが来てたんだよね。でそれも詰め直しながら、でまあ親知らず抜いた後ってすぐさ、次いけるかって言ったら一応様子見たりして、あ、まだ傷の治り浅いっすねってなったら、また次に回されたりするじゃん。そうなるとやっぱ長くなるじゃん。で、あとなんとこの親知らずを抜いてる期間に正月とあれを挟んでるんですよ、ゴールデンウィーク。だから医者が休みの時もあったから、そう、割とね4本抜くって時間かかる。特に年末からこのゴールデンウィークにかけては。あー、今回はってことは、あ、結構変わるね。逆にあれか、俺みたいに安定して喉から来るって人の方が少ないかな。大体いつも喉なんだけど。あー、そうそうそう、あ、もう発熱し始めたらね、もう詰むからね。マジで寒気がね、もう。三日月さん、親知らず4本。そう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 。これはね、三日月君は多分これからだよ。これから地獄は待ってるぞ。マジでね、あの俺も中学校の時にこんな思わなかったもん。こんな地獄を見ることになるとは。一回の手術につき麻酔を俺3本打たれるから、まずここで12本打たれてんだよね、麻酔を。で他の虫歯の治療も含めるとね、やばい。マジで役付けにされてるわ、あの歯医者に。了解。こ
これからです、うん、親知らずの地獄を見るのは三日月さん、4本抜き？うん、4本まとめては抜けないから、1本抜いたら、その次抜くまでにその抜いたところの治りを見るんだよね。で、順調だったらまた次1本抜きますみたいな感じで、だいたい週1ぐらいで歯を抜かれることになるよ、まとめて抜くと。でもまだね、俺はその親知らずの中でもまだ軽い地獄の方らしいんだよね。そうまとめていっきゃ多分ね死ぬ俺。うん、さすがに死ぬあれは。あ、麻酔？麻酔2本2本は効くのかな、まあ、体質によるのかなこれは。体重とかなんか身長とかによってさ、どれぐらいの量かっていうのを多分判断するだろうから。あ、マジで？あ、歯科関係の方なんだ。私も親知らずは4本抜いてるよ。親知らずはね、親知らずってさ、そう、本当に大変な人ってあれじゃん、中に入り込んでるかなんかでここ切らないといけない人がいるじゃん。顎のこの肉、ここを切ってで骨削ってみたいな人がいるから、その人たちが一番多分そう、時間もお金もかかるって言ってたね。だからなんか治療だって言ってた。多分まあ遺伝なんだろうけどね、この。あ、でもどうなんだろうね、顎の骨とさ、その歯の、ま、あれじゃん、アンマッチっていうか、あれで生えるっていうから、両親のその形質、表現優性っていうか、そう、優性遺伝だっけ、あれどう受け取るかっていうか、あれか出るかによって変わんのか。嫌だ嫌だ、石灰は嫌だ、石灰は怖いよ。親知らず遺伝だって。お、確かにね、母親は生えてないんだけど、親父は生えてるから多分そのダメージを食らってんだよね。痛みに強い、痛みに強いとか、あ、そのあれ、神経的な、なんだっけ、歯抜く時の痛みとか。確かにね、歯はね、歯の弱さはね、本当に母親に俺に似てる。虫歯になりやすさ。でも、母親はね、親知らず抜いた記憶がないって言ってたんだよね。だから、こんな親知らずで苦労してんのは親父の方だから、本当に混ざってんのかな？この混ざりに混ざって訳がわかんないことになってんだよな、多分。俺の顎、お指、歯は悪いところだけ多分遺伝で受け継いじゃってんだよね。サムケイさん、これは痛いでしょってよくお医者さんにびっくりされる。いや、痛いけどさ。痛み耐性が強い。逆にすごくないですよ、なんか。
痛みを感じないってわけじゃないでしょ。なんか病気でさ感じない人いるじゃん、神経がなんか。その人たちはなんか、死亡のリスクが高いからやばいって言うんだけど、なんだっけ、痛み感じないからさ、自分が病気になってたり、異常が起きても、わかんないから定期的に多分、そう、医者に見せないとやばいんだよ。その気づかないから、気づけないわけじゃん、本人が。痛みを感じてて、特に耐えれるんだったら、まあね。痛みに耐えられるのはまだね、あまりストレスにならないならいいけど その本人にとって。あ、そういうこと？あんまり我慢しすぎもよくないぜ。でも、痛みはね、なんか体が、そう、これはやばいって言ってるシグナルでもあるわけだからな。まあでも、計まあ、算でも人が怪我してるの見ると貧血起こす。痛ってかわいそうで。そう、痛みはね、まあ三日傷を月ね、三日月取ってさん、こう。俺自分の切り傷見て血を見るとすぐハーハーしちゃう怖いし。そう、俺も、なんかちっちゃい頃ってさ、工作するじゃん。段ボールとかカッターで切ったりして、あれでなんか思いっきりプスって俺刺しちゃったことがあって、ちょっとだけ跡は残ってはいるけど、その時血めっちゃ出てきて、でやっぱ一人っ子ってさ、親にめっちゃ怒られる機会が多いのよ、マンツーマンだから。だから俺最初青ざめたのは、青ざめたっていうよりも一番記憶にあるのが、親にとりあえずこの怪我がバレたらめっちゃ怒られるから、セロハンテープをぐるぐる巻きにしてバレないようにしようって5歳の時に思ってた記憶がある。まあ、思いっきりバレるんだけどね、セロハンテープ血が伝ってさ、真っ赤になっていくから、腕が。そういうね、浅はかな、その時は痛みよりももう、そう、バレることの怖さが勝ってる時があった、一回。ダム計算、子供の頃あるある、わら、三そう、日月痛さん、いけどね。それな、僕も一人っ子。あ、マジで？それない？なんかマジで怪我した時とかさ、転んで怪我したんだったら親もそんな怒んないじゃん。でも自分のドジとかで割とやばい傷を負った時は親めっちゃ怒んじゃん。まあやっぱ一人っ子だからっていうのもあるんだろうけど、一人しかいないからさ、子供も。だからもう、それがバレるのが怖くて、隠そうとしてなんかもう、わけのわかんないことをするっていう。で、結局怒られるんだよな、あれは。時ぐらいかな、痛みに勝って自分の保身に出たのがもう ちっちゃいなりに保身に出てるもんな、それは。一人っ子か。ああ、ムケイさんはご兄弟がいるわけだから。そっかそっかそっか。
割と一人っ子があんまり周りにいない。いないな。ふふふふ。鹿児島。仕事っていうのはなんか受け付けて何をさ、その簿記的な、簿記っていうか帳簿的なお仕事だったりなのかな。僕も15年生きてて8回以上骨折とか大怪我してるから、最近そうなったら学校でもどこでも怪我しすぎやね。文房具類使って固定できるようになったよ。なんだ、うん、なんだそれは。鹿児島の出身で、それは、ああ、それで鹿児島に言われたよ。鹿児島のどこなんですか、店長さんは。文房具使って固定できるようになったで、上下をなんかあれ、修正テープで巻く的な。包帯的な、あでもビニールテープとかあれば固定できるのか、あれ十分だよね。ビニールテープは割とそう、耐水性もあって強力じゃん、なんか押さえが。でも8回はや、あの野球か、野球とか結構動く系のスポーツやってれば、まあ、骨折する機会あるか。そう、テープはね、車気にしたらね、そう、結構強いんだよね、あれ。そう、鹿児島のあの何市？村だったりとか。ダム計算、そんなに広いの？ひどいね。多分九州の中でも、てか、九州って広いところと狭いところがバラッバラなんだよね。鹿児島、熊本、宮崎は面積が広い。でも大分、長崎、佐賀、福岡は中ぐらいかな。で、長崎は地面の面積が少ないの。ほとんど島が多いからさ。で、九州本土から陸伝いで行ける面積は少ない、長崎は。で、福岡はまあ中規模で、大分はもう完全に上端っこだし、佐賀はその福岡と長崎の間ぐらいの面積だったかな、確か。イントネーションは自転さんと同じだよ。あの辺はでもね、みんな一緒になる。そう、イントネーションはね、さほどみんな変わんないんだよね。島に行かない限りは変わらないんですよ。学校、学校ってあれか、落っこちた。さて、落っこちたな。確かにね、そう、俺もね、中学校の時に、中3の時になぜかすげえ缶蹴りが久しぶりに流行って、で、缶蹴りってさ、ちっちゃい頃は普通に走るだけじゃん。でも中学生ぐらいになると、俺ら学ランだったから、こうやってスポッとかぶって名前隠して、その缶の近くに行けばさ、顔も分かんないし、体型で分かったとしてもさ、本人って断定できてないから、ういーっつってそこついてなんか言ってたんだけど、中学生ぐらいになると、もう本当にもう一番簡単なのだと、その教室の1階の窓から出てきたりとかするんだけどさ、段差から俺飛んだ時に思いっきりなんか足をひねったんだよね。俺なんか結構そこそこ高さがある段差で、芝があるんだけど、それを飛び越えたら思いっきりね、着地するときに転がっちゃってね。思いっきり足ひねった記憶がある。三日月くん、これ風でなんかなってない？これ。
それともこれがまさか特殊能力ではない。ああ、そうだ、そうだ、そう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 。うまい具合に。これ騙したもん勝ちやん、これ。食事休憩してるふりしても。そう、みんなね。なんだかんだでね、その中。仕事だからね、言わないといけないみたいな感じで。本人たちもね、そこまで言いたいわけでもないわ、ほんな。ないわけだしな、大体の人たちは。だからうまい具合、そう、店長さんを騙しちゃってください。あ、了解です。じゃあ気をつけて、それは。気をつけて見に行ってください。二重飛びの台ってどんなんだったっけ、あれ。あ、あれ二重飛びってなんだっけ、縄跳び、二重飛びの台がやべえ、思い出せねえ。やべえ、二重飛びの台が思い出せねえ。その足をね、そう、平均台でもないよな。二重飛びの台ってどんなんだっけ、あれ。あ、やべえ、多分それもしかして俺らの世代になかったやつじゃね、それ。俺らまずトランポリンがそうなかったんだよね、俺。まさかそういうパターンっすか、これ。その可能性ワンチャンあるよ、これ。俺らの代の時になかった器具じゃないっすか、それもしかして。多分二重跳びの、台っていうのは俺らの世代はなかった。今あるやつっぽいな、なんか。ダムケイさん、大丈夫だった。あ、大丈夫でしたか。なんか延長的な。あんまりね、そう、お仕事に差し支えるようなこのリスクは避けるようにお願いしますね。このそう、みんなね、接客中とかにこう見に来ては、接客中っていうか、なんかお仕事中にこう土日仕事してる人たちはね、見に来てくれるけど、ただリスクは避けるようにお願いします。そこをうまい具合できる感じなら全然もう。ダムケイさん、次の予約入ってるのに延長されたら困るのよ。人気の子だから。なんかもう完全にあれだじゃん。もう次の予約がそこ入ってる子だったらなおさらね。阻止に行かないといけないってことだ。まあね、予約入ってるわけだからね。向こうも待つわけだから、それを。
あ、三日月くん、LINE。サムケイさん、なんか面白いワードちょうだい。そのこのオーダーシートに書くから。三日月さん、LINE に。ワードでもなんか下系はまずそうだからな。手術中なわけだからね。なんだこれ。ちょっと待って、俺らの世代こんなんなかったよ。この縄跳び練習台って何よこれ。あ、より高く飛べるように。下はね、まずいような気がするよ。下はね、そう、練習台だよね。高く飛べるよね。これだって20跳び多分余裕でいけるでしょ、これ。なんなら30ぐらいまでいけるぐらいの高さまで飛んでる子もいるよ、これ。マジで？これいいな、これ。しかも結構、これでなんか無理して骨折っていうか、なんかしたって言ってるけど、結構これ高くまで飛ばない？これ。中学生とかだとさ、体も重いから思いっきりなんかビョーンでいくじゃん。こういうの多分。マジで？これ。これちょっと衝撃だった。この練習台が今あると思ってなかった。サムケイさん、ワードはよ。そろそろ切らないとやばい。ワード次ね、その面白いワード帳で、その子のオーダーシートって、あれ？オーダーシートに書く。やべえ、でもその子誰に似てる？なんか特徴を。ダメだ、下しか出てこないぞ。でもなんかそういうあれだったら、なんかネタっていうか、文字ワードにつながりそうなやつがないかな。なんかサムケイさん、橋本環奈の俺イメージがね、あのベルツのガエルっているじゃん。なんかあれに似てる顔のイメージしかないんだよね、俺。あの目が大きくてこうビヨンって下にこうちょっと膨れてる感じの橋本環奈っつったら、あれっすよね、あのなんか天使的な感じで言われてたじゃん、14歳の時。なんかそういうお店で働いてるから打天使だな、打天使。橋本環奈、誰ってあれ、ベルツのガエルはベルツのガエルだよ。あのカエルでさ、なんかちょっと、そう、最近の橋本環奈がね、でも最近ちょっと橋本環奈ちょっとさ、ふっくらしてきたじゃん。ベルツのガエルだ。だから俺、橋本環奈って言われてもそのイメージがすげえ、ベルツのガエルのイメージが離れないんだよ、この三日月さん、いや、あの橋本環奈顔もちょっとさ、ふっくらしてきてない？最近三日月さん、わらわら、サムケイさん、カエルはダメだから、打天使を採用します。あ、いいな。でも打天使ってオーダーシートに書かれるって、なんかちょっとかっこよくない？なんかちょっとかっこよくない？それ。そう、打天使ラファエロ、エロ、下系やからな。でもラファエロはあれだ、画家でいるからダメだ、失礼だ。ちょっとエロ系に交えたら失礼や。そう、これベルツのガエル。ルシファー、ルシフェロ、エロ、エロ、エロ、ルシファー。
ミカエロ、ミカエロってか、ゾ、エロ、エロになるやついるな。イタリア語にしたら大体エロになるのか、これ。あ、了解でーす。いやー、ありがとうございました。なんかすごい、そう、就業中に来てくれて、もう。そう、割とみんな過激派やねん、この。そう、ピョン吉よりもでも特徴的だよ、あの、ピョン吉ってさ、もうザ・カエルって感じじゃん。でもベルツのガエルってなんかこう、レアンってなってんじゃん、なんか下にこう。そう、だから橋本環奈がね、なんか太ってきて、そのイメージになっちゃったんだよね、俺。14歳の時のあの写真はめっちゃ可愛いイメージがあるんだけどね。こんなの橋本環奈ファンから、橋本環奈ファンに聞かれたら多分俺殺されるんだろうな、俺。いいな、でも今のこの二重跳び用の台いいな、これ。あんな無理して俺は飛んでたけど、その飛んだのは小4の時か。なんか他にもあれか、俺らが使ってなかったものが結構あるね、じゃあね、多分。なんか逆上がりがやりやすくなる的なやつとか。まあ確かにね、ちっちゃい頃はね、確かにそうやって高く飛べるやつだったらカッコつけたくなる気持ちもわかる。トランポリンと違って、そっかそっかそっか、なんかくるって回ったとしても全部自重が俺に来るわけだからね、そのめっちゃ高く飛んだ分の自重はそのまま本人に来るわけだから、そう、多感な時期だとね、それをやればクラスのヒーローになれるわけだからな。なおさらやりたくなっちゃうよ、この。心ってなんかその大怪我にならなければさ、失敗したとしてもなんか、みたいな感じで笑いで済むじゃん。大怪我したらなんかもう完全にもう、ね、保健委員を頼るしかない。頼るしかなくなっちゃうんだけど。三日月さん、やったときはずいやつ。そう。やったときはずいやつはね、あれはまだ笑いになるからいい。ただ大怪我になった瞬間にね、もう、そう、先生も飛んでくるからね。で、めっちゃ怒られるっていうパターンが待ってるからもう。まあでもまあそこで怒るのが先生たちの仕事だもんな、まあ。それでもね、今ってさ、あれある、あのジャングルジムとかまだあるの？なんか一時期なんかあれ危ないみたいな言われたかった。あとあの回転する地球儀みたいなやつ。そう調子に乗ってしまったらね、そう怪我する率が高いけど、まあでもあれにはね、やっちゃうよね、あれには。
で、なんか気づいたらね、その、そう足がね、なかなかおかしい方に。ああ、まあね、まあ、ちっちゃい頃はね、そう、あそこの、あの、ジャングルジムの一番上の、奪い合いが起きるからね。そう、あの地位はね、あの地位はみんな欲しがるからな。ジャングルジムの上はもう、あれはないの？もうあの、なんだっけ、あの、回るやつ、あの、地球儀みたいな。あの、網に捕まってこう、ウィーっつって回る。あの、謎の遊戯。遊具が。今時は、あれは危ないから撤廃されたのかな。あれさ、あのそうか、それ撤廃されてたらもうあれか、三日月くんたちはもしかしたらやってない可能性もあるのか。そういったいのはね、嫌だよ。ジャングルジムでさ、落とされるのも結構あれ痛くない？あの、どこに落ちるかによるけど、あの、上からは、まあ、落ちたら当然痛いけどさ、あの、ジャングルジム、一番上から落とされた時って、大体どっかにさ、引っかかるじゃん。あれ痛くない？あの、ジャングルジムのあの、網のどれかに引っかかるっていう。その時にね、打ちどころが悪ければね、そう、股の間を打ったりして、めっちゃ痛いんですよ、あれ。着地できたのね、じゃあ。でもそれはすごい。あの状態から落ちてね、そう、ちゃんと冷静にこう着地できてたり、まあ、うまい具合に着地できたんだったら、それはすごいの。完全にもうアクロバティックなあれだからな、もう打ち方がもう。ブランコとかもさ、結構なんかちっちゃい頃って飛ぶじゃん、途中で。あれで一回なんかすごい怪我をして、ブランコ禁止令が出された記憶があるんだよね、ちっちゃい頃。あの頃ってもう親の言うことがやっぱ、特に5歳とか6歳とかの時ってさ、もう全てじゃん、もう。親とか先生が言ったことがもう。だからもう今考えるとおかしいけど、ブランコ禁止令を出されるっていうもの。まあ子供、怪我打ちどころ悪ければ、まあ、最悪なケースもあるからな、確かに。まあ、禁止令出す気持ちもわかるんだよな、確かに。
ね、二人乗りして一回した三日月。ああ、やったあれ。死ぬかと思った。そう、あれ結構さスリがあるじゃん。もう。あれはね、あれは結構スリがある、あれ。しかも2人でやったな、あれ。三日月さん、1回転してね。おー、マジで？え、飛んだ時に1回転したってこと？飛んだ時回転は結構すごいぞ、それ。三日月さん、北海道の友達と。それすごい、なんかそ飛んで単純に俺みたいに落っこちたわけじゃなくて一回転したのはすごい。え、それって途中でポーンってブランコから飛び出して一回転したとかじゃなくて、もしかしてブランコごと、ブランコごともしかして行っちゃった。あ、やべ、ちょっとこれ、あの三日月くん、俺そろそろね45分からちょっと歯医者なんで行かないとまずいっす。ちょっと、まあ風邪無理しないようにして、まあキャスもやるからその時また話そう。ちょっと親知らず抜きに行ってきます。じゃあ今日は一旦ここで締めたいと思います。バイバイ。あ、ありがとう、行きます。